今回は小口現金出納帳の論点について学習していきたいと思います。前回小口現金について定額資金前渡し法の学習をしました。簡単に復習しますと、小口現金は小口現金係が管理して、定期的に会計係に報告して補給を受けるという流れになっています。今回は小口現金についての補助簿である小口現金出納帳について学習していきますが、これはどういう理由で何円小口現金を精算したかという帳簿ですから、帳簿をつけるのは小口現金係です。これまで学習してきた補助簿は、商品有高帳を除いてすべて会計係が持っていて、仕分けの貸借どちらかに特定の勘定科目を使った時に記帳するものでしたが、小口現金出納帳は会計係が持つものではありません。会計係は小口現金係から報告を受けるときに、小口現金出納帳を合わせて提出してもらうことで、様々な項目の費用がトータルでいくらかかったかを把握することができます。それでは小口現金出納帳の記帳について説明したいと思います。まずは月末補給の場合についてです。例えば4日にコピー用紙を購入して250円を支払ったのであれば、日付欄と適用欄に記入して消耗品費の列に250円と記入します。支払い金額も250円になります。でまた9日に切手を購入して100円を支払ったのであれば、日付欄と適用欄に記入して通信費の列に100円と記入します。支払い金額も100円になります。それから15日にタクシーに乗って900円を支払ったのであれば、日付欄と適用欄に記入して交通費の列に900円と記入します。支払い金額も900円になるという具合です。そしてこの月はこれ以上小口現金の支払いがなかったのであれば、合計線を引いて金額を合計します。消耗品費の合計は250円、交通費の合計は900円、通信費の合計は100円ですから、支払い金額の合計は1250円になります。月末補給をする場合には、月末の日付で本日補給として受け入れ金額欄に補給額を書き込みます。補給額は支払い金額の合計と同じ1250円です。でこの後次月繰越しとして締め切ることになりますが、次月繰越し額は月末に手元にある金額、つまり前月繰越し額引く支払い金額足す補給額ですから、前月繰越し額と同じ2000円となって、これを支払い金額欄に書き込みます。でそうすると受け入れ金額欄の合計と支払い金額欄の合計が等しくなりますので、これを確認したら締め切り線を引きます。最後に翌月の月初の日付で前月繰越しとして受け入れ金額欄に次月繰越しとした金額を書き込めば完成です。最後は月初補給の場合についてです。合計金額を求めるところまでは月末補給の場合の記帳と同じですが、月末に補給を行わない場合はこのタイミングで繰越し記入を行います。つまり月末の日付で次月繰越しとして繰越す金額は月末に手元にある金額、つまり前月繰越し額から支払い金額の合計を引いた750円となって、これを支払い金額欄に書き込みます。でそうすると受け入れ金額欄の合計と支払い金額欄の合計が等しくなりますので、これを確認したら締め切り線を引きます。
で、この後、翌月の月初の日付で、前月繰越しとして、受け入れ金額欄に次月繰越しとした金額を書き込んだ後、補給の記帳を行います。で、次の行には、本日補給として、補給額は支払い金額の合計の1250円ですから、これを受け入れ金額欄に書き込めば完成です。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。